ウィーン国際センターと隣接するカイザーミューレニ駅オーストリアセンター、ビエンナウィーン国際センターは在ウィーン国連機関を要する建築群で通称アンオシティとしても知られている。ビッグはウィーンにおける国連事務所でありドナウ川の北に位置している。オーストリアの建築家であるヨハン・シュタバによって設計され1973年から1979年に かけて建設された国際連合工業開発機構のオフィスは、それぞれ1957年以降、1967年以降に建設された。当時オーストリア首相であったブルーノ・クライスキーの発想から建設が進み、クライスキーが国連事務総長就任を後押ししたクルトバルトハイムが協力した。ウィーン国際センターは違い保権区域であり、 オーストリア法の管轄外である。建築6つの Y 型のオフィスタワーが円柱会議ビルを囲み、総面積は23万平方メートル、最も高い建物は127メートル、28階からなる。約5000人がウィーン国際センターで勤務しており、中にはカフェテリア、ショッピング施設、郵便局、銀行、旅行代理店とその他の商業サービス施設がある。 2004年から建設に使用されたアスベストを処理するために不明な作成者に改修工事が施された。2004年から2007年の第1段階ではオフィスビル A、B、D 及び、e、並びに第2段階の2007年から2010年に F 及び G ビルディングが改装された。最後に2009年から2013年にかけて C ビルディングからアスベストを除去した。 オーストリアの建築家であるアルベルト・ウィーマーは2009年に新しい会議ビルの建設に手がけ、現在では M ビルディングにおいて様々な会議が行われている。ビックはウィーンにおいて大きな経済効果をもたらしたとされている。組織の上勤の従業員に加え会議を通じて莫大な観光効果が生成された。2005年では 約1000の小規模と大規模な会議が開催されており、そこから発生した経済効果は容易に想像できる。国際連合委員事務所を訪れることができます。ガイドツアーは月曜日から金曜日11時14分時15時30分にあります。ガイドツアーでは国連の様々な使命が詳しく紹介され、展示や会議室を見学します。ありがとうございます。